内分分地は、江戸時代における武家の分家形態の一つである。分家の創設の際に、主君から与えられた領地の表高を減らすことなく、新規に分家を起こす形態を言う。新田分地は内分分地の形態の一つである。本来、新規に分家を創出するには、本家の領地を分治し、表高を現じて行われてきたが、分地の結果、大名で、 表高1万国を下回ると旗本に、旗本で表高3000国を下回ると消費侵役に価格を低下させることになる。価格低下は、軍役や役職就任に大きく影響するため、本家の領地内で分家に分置する形態が考案された。内分分地の形態放置を分与するが、本家の表高を減らさない内分分地放置を分与するが、 収納公を本家が支給し、本家の表高は減らさない。内分分地分家表高のみを届け出て、収納公を本家が支給し、本家の表高は減らさない。内分分地上記算の内容で、領地を表す国高ではなく、表単位で、輪米を支給する内分分地内分分地によって、創出された分家は本家に強く依存し、家督相続、婚姻、 着手私立など家庭内での事柄のみならず、幕府内での役職就任などにも影響を持つ。また、本家は内分文家を親族として、自家内に止めることになり、しばしば内分文家当主が本家当主の代理の立場を取る場合があった。また、老中就任に必要な最低家録が2万5千国と、六高が役職就任に大きく関わることもあった。石高表示の場合、 形式上は領地を分与したことになる蔵前事業を参照一万国のうち1809年に分与された六千国一万千国のうち1819年に分与された六千国一万三千国のうち1780年に分与された林米一万病、林米三万五千病。ありがとうございます。